まずね、1年もののプルメリアを買ってきてすぐに植え替えちゃう方いらっしゃるんですが、根っこがですね、この地表部分まで上がってくるまでは植え付けなくて、植え替えしなくて OK です。なので1年ものの場合には植え替えなしで冬越しをしていきます。で、2年もの以降で根っこが上に上がってきているものが、もし買ってきたものであったらば、1つ大きな鉢に植え替えをするのが一番いいかなというふうに思います。で、水やりのタイミングなんですけども、これね、カラッカラに乾いてからたっぷりあげるっていうペースです。なので、ちょこ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 お水をあげる方って結構多いんですけど、しっかりと乾かしてからたっぷりあげる。これを僕はスコールのリズムって呼んでます。スコールのリズムですね。